ただいまから全国都道府県委員長会議を開会いたします。安倍首相が臨時国会冒頭で衆議院を解散し総選挙となることが濃厚となったもとで、今日は緊急の意思統一のために集まっていただきました。緊迫した情勢の下での会議ですので、短時間の会議にしたいと思いますので、ご協力をお願いいたします。それでは志位和夫委員長が報告します。お集まりの都道府県委員長の皆さん、インターネット中継をご覧の全国の皆さん、連日のご奮闘に心からの敬意を申し上げます。私は常任幹部会を代表して緊急の全国都道府県委員長会議への報告を行います。9月28日に召集される臨時国会冒頭で安倍首相が衆議院を解散し総選挙となる可能性が極めて濃厚になりました。総選挙は10月10日公示、22日投票となることが想定されます。この間の中央の対応としては、17日、常任幹部会として緊急の訴えを出し、全党の皆さんに総選挙勝利に向け、有約して総決起しようと呼びかけました。さらに18日、記者会見で解散総選挙に対する基本姿勢について表明いたしました。1月に開催した第27回党大会では、総選挙について2大目標を決定しています。一つ、野党と市民の共闘を発展させ、総選挙でも選挙協力を行い、衆議院における改憲勢力3分の2体制を打破し、さらに自民公明とその補完勢力を少数に追い込むことを目指す。二つ、2013年参院選に始まり、14年総選挙、15年統一地方選、16年参院選と続いている日本共産党の第三の躍進を大きく発展させる。この二大目標を何としても達成することを揺るがずに堅持して、歴史的総選挙を戦い抜く決意をまずみんなで固め合いたいと思います。野党と市民の共闘を成功させるという点では、何よりも中央段階での他の野党市民連合の皆さんとの話し合いが重要となります。中央委員会として共闘の体制を緊急に作り上げるために最大の努力をしている最中であります。その体制を作るには、急ぐにしても一定の時間はかかります。そこで今日この会議で意思統一したい中心点は、野党共闘の様子見に陥ることなく、全党が直ちに臨戦態勢を確立し、当面の政治論戦の中心点をつかんで、比例を軸にした日本共産党躍進のために、直ちに全有権者を対象とした大量宣伝、対話支持拡大に打って出る。ここにあります。脇目も振らず打って出て、日本共産党躍進の大波を全国で作り出す。これが今日の会議の中心点です。そのことが
共闘を成功させる最大の力ともなることをまず強調したいと思います。次に、今回の解散の動きをどう捉え、どういう政治的構えで総選挙に臨むか、私は二つの点を強調したいと思います。第一に、今回の臨時国会冒頭での解散は、森友加計疑惑隠しを狙ったものであり、前代未聞の異常で党略的な暴挙だということであります。野党4党は、6月22日、一連の国政私物化疑惑を徹底究明するために、憲法53条に基づく正当な手続きを踏んで、臨時国会召集を要求しています。冒頭解散となれば、この要求を3ヶ月以上、棚ざらしにした挙句、葬り去ることになります。過去を調べていましても、野党が憲法に基づいて要求した臨時国会をまともに開催せず、冒頭でいきなり解散するなどということは、戦後の歴史でもこれまで誰もやったことはないことであります。文字通り前代未聞のことです。それは、党利党略、権力の私物化の極みであり、憲法違反の暴挙と言わなければなりません。野党4党は昨日、職局長幹事長会談を開き、衆参の本会議での代表質問、予算委員会などを開催し、関係者の承認喚問も含めて、国政私物化疑惑の徹底究明を行うことを、政府与党に強く求めることを確認しました。疑惑隠しの冒頭解散を許すな。疑惑の徹底究明の上で、国民の審判を仰げ。このことを強く要求して戦おうではありませんか。第二に、それではなぜ安倍首相がこのような異常な党略的な暴挙に打って出ようとしているのか。それは国民の世論と運動によって追い詰められた結果に他なりません。この間の安倍内閣による国政私物化、憲法を壊す政治、異論や批判に耳を傾けず敵視する強権的な政治姿勢に対して、国民の中に深い批判、怒り、嫌悪感が広がりました。それは7月の東京都議選での自民党の歴史的惨敗をもたらしました。これらの政権批判は、個々の政策課題に対する批判にとどまらず、安倍首相の政治姿勢、政治的資質に対する根本的不信と嫌悪感の広がりであり、それは一時的な内閣支持率の持ち直しがあったとしても、容易に払拭できるものではありません。そのことは安倍首相自身も感じていることでしょう。解散の時期を伸ばせば伸ばすほど追い詰められる。安倍首相はこういう思惑から一か八かの解散に打って出ようとしているのであります。ですから今回の総選挙は安倍政権を退場に追い込む歴史的チャンスの選挙であります。国民の世論と運動、日本共産党の奮闘によって安倍政権をここまで追い込んできたことに確信を持って、自信を持って、この歴史的政治戦を息高く戦い抜き、必ず勝利をつかもうではありませんか。
さて、総選挙で何を訴えて戦うか。総選挙の政治対決の構図は、自公と補完勢力対野党と市民の共闘であります。この構図が際立つように論戦を組み立てていきたいと思います。安倍首相が25日にも行うとされる解散表明で、彼がこの解散をどう意義づけるかにも噛み合わせて論戦を発展させる必要がありますが、当面の政治論戦の中心点として5つの柱を強調したいと思います。第1は、森友加計疑惑など国政を私物化し、共謀罪の強行など憲法破壊を繰り返し、沖縄や原発など国民の民意を踏みつけにしてはばからない政治をこのまま続けていいのか、これが問われます。都議選での惨敗という結果を受けて、安倍首相は反省とか丁寧に説明などを口にしてきましたが、やっていることは全く逆ではありませんか。都議選に続き総選挙で安倍暴走政治に退場の審判を下そう、このことを大いに訴えて戦おうでありませんか。第二は、北朝鮮問題と安保法制戦争法の問題であります。我が党が一貫して主張してきたように、北朝鮮の核ミサイル問題の解決の唯一の道は、経済制裁の強化と一体に、対話と交渉による解決の努力を図ることにあります。対話を否定し、日米軍事一体化、安保制発動、大軍拡を進めようという安倍政権の態度は極めて危険であります。北朝鮮問題の外交的解決を求め、この問題との関わりでも憲法違反の安保制戦争法の廃止は急務であるということを訴えて戦います。第3は、消費税 10% の中止、格差と貧困を正す経済民主主義の改革であります。ここでは党大会決定が大きな力を発揮すると思います。党大会決定では、一つ、税金の集め方の改革、消費税 10% への増税の中止、富裕層や大企業に応分の負担を求める。二つ、税金の使い方の改革、社会保障、若者、子育て中心の予算。三つ、働き方の改革、8時間働けば普通に暮らせる社会。四つ、産業構造の改革、大企業と中小企業、大都市と地方などの格差を是正、四つの改革を太く打ち出しています。この党大会決定は、安倍政権が総選挙で打ち出してくると今報じられている内容にも噛み合った抜本的対案として大きな力を発揮すると確信します。その基本を握り、大いに訴えようではありませんか。第4は、安倍政権による憲法9条改定に反対する、この一点での政治的立場の違い、思想信条の違いを超えた国民的共同を訴え、国民的審判を訴えようではありませんか。安倍首相が主張する9条改憲は、自衛隊の憲法上の追認にとどまるものではありません。憲法違反の安保法制を合憲化し、
さらに、無条件の海外での武力行使に道を開くことにその本質があります。総選挙では、この野望にノーの審判を下そうではありませんか。そもそも、秘密保護法、安保法制、戦争法、共謀罪など、立憲主義の破壊を繰り返し、憲法に基づく臨時国会召集すら拒否してきた安倍首相。憲法を守らない首相に憲法を変える資格はないということも強調しなければなりません。第五は、人類の歴史上初めて核兵器を違法化した核兵器禁止条約に唯一の戦争被爆国、日本の政府が背を向けていいのかという問題です。核兵器禁止条約は昨日9月20日、署名が開放され、初日だけで50の国が署名し、大変良いスタートです。条約が来年に発効することは間違いありません。日本政府も核兵器禁止条約に参加せよ。参加しないというのであれば、核兵器禁止条約に参加する政府をみんなの手で作ろう。こういう審判を下そうじゃありませんか。日本政府が核兵器禁止条約に参加することは、北朝鮮に核を放棄させる上でも大義の旗を日本政府が握ることになります。こうした5つの柱、大いに訴えるとともに、この2年間、安保制戦争法廃止を原点に、市民の皆さんとともに発展させてきた共闘の流れを、総選挙でさらに大きく発展させるために、ありとあらゆる力を注ぐという基本姿勢を堅持して戦います。野党と市民の共闘は、昨年の参議院選挙、新潟県知事選挙、今年の仙台市長選挙など、その力が2年間の実践で証明された政治の現実であります。それは、日本の政治を変える上で、国民の共有財産と言えると思います。安倍政権を倒し、新しい政治を作るためには、この道しかありません。共闘しかありません。このことを広く国民に訴えて戦い抜こうではありませんか。皆さん、10月22日投票となれば、今日から投票日まで31日間という超短期決戦となります。総選挙を戦う目標と方針は、すでに党大会決定で詳細に明らかにされています。その全面実践を前提にして、直ちに取り組むべき3つの課題について、提起したいと思います。第1は、比例を軸に、を貫き、全国は一つの立場で奮闘し、比例代表で850万票、15% 以上の目標達成を目指し、日本共産党躍進の大波を作るために、あらゆる力を注ごうということであります。比例ブロックごとに、政治スローガンをみんなの合言葉にし、全区11のすべての比例ブロックで議席増を実現し、比例代表で第3党を目指す。この目標をやり抜こうではありませんか。まず重視すべきは、大量政治宣伝であります。比例代表予定候補者、小選挙区予定候補者、国会議員、地方議員が先頭に立ち、宣伝カー、ハンドマイクをフル出動させ、街頭に打って出て、広く国民に日本共産党の声を届けましょう。事前と
選挙戦本番の演説会を直ちに具体化し、広く案内して、一つ一つを大成功させようではありませんか。ポスターを増刷します。一気に張り出し、ポスター第一党を目指そうではありませんか。対話支持拡大では、日本共産党への支持を広げることを正面に据えた対話に取り組み、遅くとも公示までに得票目標を突破し、公示後は青天井で広げましょう。臨時電話の設置、テレデータ、結びつき前名簿などあらゆる名簿の活用、講演会ニュースを使った折り入って作戦など、対話支持拡大を飛躍させるために、試され済みの手立てをすべて急いで取り切りましょう。対話支持拡大と一体に、党員と新聞赤旗読者拡大のための独自の手立てを取り、党勢の上げ潮の中で選挙を戦いましょう。すべての支部グループが、今日から1週間以内、9月28日までに緊急の支部会議を開き、県庁会議の内容を討議具体化し、得票目標を決定して立ち上がることを心から呼びかけるものであります。第2に、小選挙区の戦いでは、我が党が予定候補者を擁立している現在263の小選挙区のすべてで事務所を構えることを含め、逡巡なく決断して選挙体制を作り、比例選挙での党躍進と小選挙区の勝利、野党共闘の成功を訴えて一斉に打って出ることを心から訴えます。野党共闘による候補者調整がどうなろうと、総選挙では一つ一つの小選挙区を単位に日本共産党躍進と野党共闘勝利のための戦いを行うことに変わりはありません。今一斉に打って出ることが野党共闘を作る上でも力になり、党躍進の上でも先の戦いに必ず生きて力を発揮する。そのことを明記して、脇目も振らず打って出ることを呼びかけるものであります。現在15の小選挙区、必勝区の戦いでは、大会決定で確認したように、この比例代表で党躍進の大波を作る取り組みと、必勝区での勝利を目指す取り組みの一体的追求を図ることが重要であります。党大会の中委員会報告での次の強調を明記して戦いたいと思います。我が党はこれまで小選挙区の選挙において、1996年の総選挙、2014年の総選挙で京都3区、高知1区、沖縄一区で勝利した経験を持っていますが、どの場合にも、比例と小選挙区で重複立候補した候補者が、党組織と心を一つに、比例ブロック規模での党躍進の流れを作る先頭に立ちつつ、小選挙区でも大奮闘し、双方で躍進勝利を勝ち取りました。こうした教訓を新しい情勢の下で生かすことが、重要であります。大会決定のこうした立場を堅持して、比例での躍進と一体に小選挙区においても全国各地で勝利を勝ち取っていく選挙に挑戦しようではありませんか。第三に、野党と市民の共闘の具体化については、中央委員会として全力を挙げて取り組んでいる過程にあります。共通政策についても、候補者調整についても、
党本部間の協議で決めていくことが大原則であり、最善の結果を作るように努力しているところであります。昨日の4野党の職局長幹事長会談では、当面の国会対応とともに、総選挙についても、小選挙区での候補者の一本化を模索することを確認しました。民進党の執行部が新体制になってから初めての確認として、大変重要であります。大いに中央段階での話し合いを精力的に進めたいと思います。同時に、都道府県ごとにも共闘の具体化についての話し合いは積極的に行っていただきたいと思います。我が党としての共闘についての考え方を他の野党や市民連合の皆さんに丁寧に説明し、理解していただくようにすることが大切です。その際、特にお願いしたいのは、話し合いは積極的に行いますが、都道府県だけで約束したり、決定したりはしないということであります。必ず党中央とよく相談しながらことを進める。最終的には党本部間で責任を持って決めていく。このことを大原則として取り組んでいただきたいと思います。共闘の具体化の前途には、いろいろな困難も予想されますが、我が党は野党と市民の共闘によって、安倍政権を倒し、政治を変えるという党大会決定の大方針を、この総選挙において、どんなことがあっても揺るがず、貫く決意であります。全国各地で市民連合が作られるなど、共闘の流れは草の根のレベルにもしっかりと根付いています。広い市民の皆さんと力を合わせれば、共闘の前途を必ず切り開くことはできるという確信を持って進もうではありませんか。今後の対応としては、解散が予想される28日前後には、緊急の街頭の訴え、政策発表など、選挙戦を戦う政治的基本方針をさらに踏み込んで打ち出していくつもりです。さらに、10月3日午後1時から第2回地方議会総会を開催し、解散前後の情勢の進展も踏まえて、総選挙を戦う方針を提起いたします。これを全国一斉決起集会として位置づけ、総選挙勝利の一大跳躍台にしていきたいと思います。選挙勝利のためには資金が必要です。選挙勝利のための一大募金運動に取り組むことを訴えます。中央の措置としては、国政選挙供託金支援基金からの拠出を1選挙区あたり、これまで200万円でしたが、230万円に引き上げる措置を取ることを決定したことをお伝えいたします。皆さん、1月の党大会以降の活動を振り返っても、我が党は安倍防衛政治を追求した国会論戦、都議会議員選挙での躍進、核兵器禁止条約採択に貢献した国際活動など、党大会決定に基づいて多くの成果を上げてきました。党建設の努力はまだ途上ですが、党大会後、全区で4220人の新しい同志を迎えたことは、党に新鮮な活力をもたらしています。全党の皆さん、全党の奮闘で作り出した、こうした勝利への条件に確信を持ち、日本の命運を分けるこの歴史的政治戦を、全党のあらゆる知恵と力を総結集して戦い抜き、野党と市民の共闘の勝利、日本共産党の躍進を必ずや勝ち取ろうではありませんか。以上をもって報告といたします。頑張りましょう。
報告が終わりました。